本日はですね、江口社長のオフィスにお邪魔しました。ありがとうございます。よろしくお願いします。先ほどいろいろ拝見させていただいたりして、はい、ですけどその御社リラックさん、リラックブランドのお仕事をされる前のお話をちょっとお聞きした方がいいなあ。はい、わかりました。社長はだから江口社長はカーチスさんにいた。あ、そうです、そうです。いいんですか、社名は。あ、大丈夫です、もちろんね。はい、カーチスさんにいらしたということはライブドアオート。あ、そうですね、ってことですよね、はい、僕の認識としては。あ、その通りです。かつては、はい、ライブドアオート、ライブドアオートになる前に、はい、辞めました。辞められてた、はい、当時ジャックって会社が、はい、あのライブドアオートになって、カーチスに名前変わってたんですね。そうか。で、じゃあ、そのジャックの時にご入社されたんですか。あ、そうです、そうです。まだ本当に、はい、当時はですね、売上30億ぐらいでして、はい、従業員も80人ぐらいしかいなかったんですけど、私入った3年後にはもう従業員1000名近くまで行きまして、随分伸びましたね。売上も550億まで一気に3年半で行って、すごいよな。東証上場と2部上場最速記録作った会社になったんですよね。当時はすごい有名でしたよね。ねえ、あの当時。何かあれでしたね、何かで何かあったんですよね。ああ、そうそう、それでラグドアウトになったんです。で、江口さんは、その会社ジャックさんに新卒で入られた。あ、そうです、新卒第1号だったんですよ。1期生へえ、すごい。やっぱりそういうベンチャー企業行こうみたいな。そうですね、もともと大学生の時から新しい価値とかサービスを作るような人間になりたいと思ってて、夢があるので。なるほど、なるほど。達成するためには実業家しかないなと思ったので。なるほどね。当時はもうベンチャーに行こうと、はい、昔あのリクルートブックでしたよね。リクルートブック、紙で来てました。紙で、で、はい、あれもう書くのめんどくさいもんですから、はいはい、あの流通金融サービスの中にベンチャーって欄がありまして。あったかもしれない。ありまして。あったかもしれない。それを、はいはいはい、神様の言うと、はい、リノとか言っての会社に入ったんですよ。それがジャックだったの。なんてことでしょうか。一般的にはなかなかやらない方法ですね。はい、あの神様の言うと、リで。リのとこに入りまして。で、それが、ね、ですから、結果的に良かったというかですね。でそれであの株ももらえたんですか。あ、そうなんですよ。ストックオプションじゃなくて原株ももらえたので。生株もらえた。はい、あのもう気前がいい会社だな。はい、コツコツと自社株買いをやりまして、でそれが自社株買いの中で買った資金が大体300万強ですかね、はい、買ってたのが3年半後に上場しまして、はいはい、まあ数億になりまして、まあ株がついて、まあ大きな株価になりまして、はいはい、20代でね。20代、はい、26歳の時に、うん、ちょうどいろんな節目でして、はいはい、あの当時はそのいわゆるあのオークションサイトを始めたんですね。ネットオークション、はいはいはい、特にそういう企画をされて出したというような、インターネット事業部拝見しましたけど、はい、やらせていただきまして、うん、車の買い取り、愛車無料査定ですとか。だから要はあのガリバーさんとかいろいろもう競争も激しかったんじゃないですか。一番競争が激しい時だったんですけど。激しい時でしょうね、はい、買い取りで。ネットでは相当私たち優位に立てたんじゃないかなと思いまして、で特にそのネットオークションの仕組みが大きく当たりましてですね、はいはい、まあ、プライスダウンオークションといって、まあ、リバースオークションっていうのが、まあ、日経新聞の99年の優秀賞も取りまして。素晴らしい、はい、まあ、これはどういうことでしたっけ。リバースオークションってどういうこと。あの、はい、日々ね値段が下がっていくんですよ。まあ、例えばベンツがあったとして500万が毎日毎日30万ずつ値段下がっていったらどんどんお買い得になるじゃないですか。なります。だから待てば待つほど安くなるんですけど、誰かに買われちゃうリスクが出るというので、誰が一番初めにビッとするかで値段が決まるという、あのそういう逆オークションっていうのがですね。そういう逆オークションっていうのを考えた。はい、すごいな。それはビジネスモデルを取りましてですね。すごい。でそれが流通されて、あの当時珍しくあのネット系ではあのちゃんと黒字で出るモデルを作ることができたんですけども、はい、まあ、いろんな事件があってですね、会社としてはそういうものをやらないというふうに、まあ、判断はされてしまったんですよね。あ、なるほど、はい、それがじゃあお辞めになられるきっかけになってたんですか。そうですね、当時あの青年省でグループの役員やらせていただいたんですけど、はいはい、やっぱりその光り輝く、ね、実業家のトップがいなくなるとですね、その後なんか派閥争いみたいになってしまって、あ、完全にいなくなっちゃったから、はい、どうなのかとかですね。そうですね、はいはい、そうすると誰派につくんだみたいなですね、いうようなちょっとそのなんか争いが、社内政治っていうか社内構想っていうかそういう感じになっちゃって。そうですね、まあ26歳でまだ若かったですし、そういう世界の中に身を置くのも面白くないなと思いましたので、じゃあこれはいいタイミングなんで独立しようということで独立を決めたということなんですよね。そうなんですか、はい、でその時に何かだけど事業アイデアはお持ちだったんですか。
特になかったんですけれども、はいはい、やっぱりやるからにはその世界規模でできるものがいいなと、そう考えていくといくつかしかない中の一つにヘルスケア分野って有望だなって思ったことが一つと、それからちょうどその時にぎっくり腰になったんですよね。26歳で、はい、26歳7歳の頃ですね。あらま、もうそれで、はい、そうするといろんな治療院に行きますよね。行きますね。で周りの人が針がいいとかいろいろ言いますね。いろいろ言いますので、はいはい、全部やってみようと言ってみたらいろんな健康のそのメソッドと流派がいっぱいあることに気がついたということが一つと、うん、なるほど。それから何よりもデータが取ってることに気がついたんですよ。データ取ってる、はい、なるほど、ね、どのお店に行っても接骨院行っても、うん、治療院行っても、うんうん、名前住所電話番号生年月日タバコ吸うのかお酒吸うのか運動習慣既往歴アレルギー、うんうんうん、書いてる自分ありとあらゆることをね、はいはいはい、提供してるなということに気がついたんですよね、うん、なるほどね。私 IT やってたもんですから、うん、このデータの価値ってありますよね。あるあるある。統計的なデータ価値があるなと、うん、でこれをその皆さんカルテに入ってて紙に管理していて、うん、この棚に置いてるだけですから、はいはい、統計データなってない、なってないからね。ってことはこれ集めれば集めるほど、うん、これはネットと同じことになるぞと、うん、店舗が増えれば増えるほど来店というトラフィックが増えて、うん、カルテ情報のようなセンシティブなヘルスケアデータが大量に集まってくるので、うん、今どのような病気やエネルギーが発症しているのかとか、うんうん、どういうふうな悩みを持っている方が多いのかっていうのを統計的にその全体を見ることができる、まあ、メタデータになっていくし、はい、ということに気がつきまして、なるほど、それでこのリラクゼーションというビジネスに参入しようと決めたんですよね。だ最初からそういうので言うとデータを集めてちゃんと蓄積していくような、はい、そうですそうです、 DB 作ってっていうやるから、はいはい、ゼロからそれだともう創業時からだと全然蓄積が違ってきますもんね。そうなんですよ。後から紙を変えてなんて言ったらえらいことになるけど、そうですそうです、最初からそれだと違いますね、はい、しかもこれリラクゼーションのビジネスって、ね、こう体感されたことあると思うので、はいはい、かなりリピート商売なんですよね。そうですよね、行きつけのところ行くから、はい、そうなんですよ、はいはい、そうすると長い年数そのデータの紐付きでですね、どのような生活の変化があったのかも追えるので、なるほどな、この個人を特定するというよりは統計的なデータにビッグデータに大きな意味がありまして、確かに確かに、はい、そうですね。そうなんですよ。僕個人でも仙台ってね、某店舗に行かせていただいて、はい、ええ、ありがとうございます。自分、はい、全然そういうつもりなかったけどピッピッピッってタブレットでやったら、はい、過去来店がありますって言われて、うん、あ、そうですか。えって僕みたいな、あったんですね。じゃあ過去来店が何年、7年だか何年だか前にいらしてますよ銀座の方にって。逆に7年間も来ていただかなかったことがね、ちょっとそう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 、逆に言うと、はい、だから僕リラクさんってその意識がなかったんです。ああ、そうかもしれないですね。そうだから江口社長とお目にかかって知り合いになるまでリラクってもちろん分かってんだけども、はいはい、ユーザーだってことを自分でも自覚してた。あ、そうですね。だけどデータがちゃんと整ってるからちゃんと分かる、はい、何年前来たのか、来たっていう、ね、利益も残ってると、すごいなって思いました、はい、で今店舗数何店舗になられてるんですか。今超313店舗ですかねになりまして、300って言うと結構なもんですよね、店舗数でね。でそれでいうと先ほど の, そのコロナの時が大変だった、ね、そうなんですよ、ね、はい、これは当然大変ですよね。だって、もう2020年4月5月はもう冬の時代でして、もう2020年の4月5月、今から2年前、はい、2年前ですね。あ、3年前か、もう2年前、あれ3年前、3年前ですね。3年前だね、はい、今時ですね、ちょうど緊急事態宣言、そうかそうか、一番緊急事態宣言でもう外出るなぐらいの話になってて、はい、ショッピングモール全部閉まって、はい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 、でその時は我々としては固定払いですので、当然その瞬間止めるわけにいかないので、まあ、あと6ヶ月8ヶ月後にはその雇用調整助成金の制度が出て帰ってくるんですが、それはその瞬間わからないですよね。わかんない、制度がなかったですから、わかんない、だからビビりますね、はい、先に家賃も先払い、人件費も先払いなので、だいたい 2,3 億円ぐらいですが、もう売上ゼロになってますから、バーニングで出ていくから、はい、これは怖いですよね。そうなんですよ。確かにね。で銀行に我々23年間やってるんですけど、一度も今何に銀行融資のリスケしたことないし、はいはい、約定弁済を高えたことがない、もうきっちり返し続けてるので、もう安心してたんですよね。これ貸してくれるだろうと、はいはい、これまでの実績何十年、実績があるんだから、ね、はい、そうですね、そうですね、全て断られましてですね、本当にね、江口さんこれまだどうなるか分かんないから
ちょっと様子見ましょうって言われました。様子見てたらどうなるんだよっていう話なんだけどそうなんですよまあしょうがない、まあ、そういう、しょうがない、そういうシステムだから。いや本当にしょうがない、まあ、こっちも理解できますよね。いやさすが、はい、偉いです。いい経営者はこういうふうに言う悪い経営者だと恨みますからあでもその代わり前に進むガッツが出ましたからね。よしと、はい、よしと。その時助成金もありましたけど、はい、あの時1店舗につき50万、あそういうのありました。ありました。でも2店舗以上100万なんですよ。上限100万でして、我々300点あるのでどうにもなんないです、はい、100万円だけいただきまして、助成金もこれはいよいよもう晩酌尽きたなと、ね、いうことで、そのもうこれはナスダックに行って上場で調達するしかないと。だからか、はい、もう道がなかったんですね本当に。だけどそういう時ってこうなんて言うんだろう、一筋のこう一条の光みたいなのがこう導かれるって、はい、とっても大事なポイントでもあるんですよね。そうですね、はい、ですよね。そのまさに一条の光がナスダック方面からやってきたという、はい、ニューヨーク方向から、ニューヨーク方向だったらニューヨーク方向から差し込んできて、はいはい、監査がわずか3ヶ月で終わりましてですね、2年分の監査が。すごいよ、訴求監査は、ね、アメリカ人合理的ですよね。スピード感が違う。日本だったら N マイナス3マイナス2マイナス1ですけど、トラックしてきますから、はいはい、なくてですね、もうスパッと全部監査を終えていただいて、うん、約4ヶ月半、5ヶ月でもう申請書までこぎつけて、こぎつけて、はい、すごいスピード感で、8ヶ月後の12月29日になんとか上場して調達できたので、で、まあ、それでなんとか生き延びたということなんですよね。そういうことですか、はい、素晴らしいな。でもなかなかガッツ持たないでしょうそうですね、普通の人間。その時キャッシュどのぐらいまでバーンしちゃってたの。いやもうその12月29日にお金入らなかったらもう次の給料払えなかったです。これですよもうまさに1月15日の給料はもう払えないところ。あ、15日払いなんですか。15日払いなんですよ、はい、非常に。それがいやもう綱渡りですね、はい、もうハラハラだな。俺だったら、ね、絶対夜寝れないなしかも21年ぶりのナスダックダイレクト上場なので、はい、誰もトランザクションわかんないんですよ。日本側もアメリカ側にもそのコンサルタントがいないの で、そのいわゆる主幹事は誰だったんですか。米国のアンダーライターがマキシムという会社がついたんですけど、マキシムっていうところ、はい、で彼らもその結局やり方トランザクションわからないのがあるので、もう日米弁護士使いまくってですね、本当にもう手探り手探りお互いにこうバイヤーしたっていう状態でして。なるほど。もう12月29日近くなってくるとですね、本当にもう諦めムードになってましたね、まあ、うちのチームも向こう側もですね諦めムード、はい、いやちゃんと上がれるのかどうかがわからないっていう意味で、はい、そうです。つまりワイヤーできないということで、まあ、これもう無理だなという空気流れたんですけど、困るじゃないですか。困る困る。1月15日に支払わなきゃいけない。払わなきゃいけないんだから、そう。もう支配になるわけいかない。支配になるわけがないので。こればっかりはね、はい、やっぱり経営者の根性ってやつで。もう根性。ね、もう根性ですよね。うん、で結果的にもう本当日本側と米国側、もう本当にほぼ24時間働くみたいな状態でやって、まあ、チーム鼓舞して、29日に何度かこぎつけて IPO できて、 IPO できて資金が12月31日に入ってきましてですね、嬉しいな、債務超過も免れたという嬉しい話ですね12月31日ってもう一番いいじゃないその日がね、また、はい、で御社何月決算だ。12月末決算。いやだったらもう最高、もうこんなもんいいことはないっていうどんだけ運がいいんだみたいなのに。ギリギリでした、ね、だけど運がいいとか言って片付けたらえらいことで、やっぱりこれも全ては努力、成果成果だから実力だからね、はい、もう信じていくしかないので。すごいよな。他に道がなかったんですよね。でその後なんですけどね、ナスダック上場をお考えとか、あるいは最近でも結構ナスダック上場あるんですか。はい、増えてきましたね。増えてきました、はい、まあ、御社のおかげですよ ね、ええ、そ、 ううね、そう思います。周りの人々はそれに感謝しなきゃいけない人が数名、はい、僕のそばにもいますね。考えたら野茂英雄だと思ってますもんね。さすが野茂、はい、だ、そうだ、それだ道を切り開いた男、はい、さすがだな。とでですね、ここからなんですけど、はい、私どものこのコーナーにおきましてはですね、はい、それぞれの皆様にこの優先順位をこのスパイダーチャートっていうんですかね、うん、でつけて、はい、5段階になってまして、丸ポチをつけていただきましたら私の方で線をつながせていただくと、なるほど、はい、こんな形でやらせていただいておりました。ぜひよろしくお願いいたします。優先順位って難しいですよね。優先順位って難しいんですけどね。まず、はい、
やっぱ我々健康産業は健康産業だけに健康はもう5ですよね。で仕事もだったら6か7ぐらいですけど、はい、仕事も5トップですよね、はい、であのこう趣味も諦めてないということで、趣味がイコール健康になってますからね。健康が趣味だな。家族もこうですね。家族もね、はい、こういう関係だけいいですかね。こういう関係だけ、なるほどなるほど。僕あの結構引きこもりの傾向がありまして、あ、なるほどなるほど。あのほとんど人に会わないようにしていまして。あ、そういうことですか。そうなんですよ。江口社長のですね、はい、あのこのスパイダー長、そういう意味で言うとこういうだけ、こういう関係はちょっとそう狭くあえてしてる部分があってですね。なるほど。いろんな経営者会とか食事会呼ばれても基本は行かないようにしてるんですね、うん、そういうことですね、はい、江口社長だけど決してなんていうか社交的な方だと思いますよね。どういう話ですか。 ありがとうございます。明らかに、はい、あの内向きではないと思います。内向きではないですよね、明らかに、はい、と思います。ですよね。なんだけども、はい、こうまあ時間が他に割り当てなきゃいけない時間がたくさんあるからですね。まあそうですよね、ってことですかね。はい、はい、このこういう部分の狭いところというのはなんかこうコミュニケーションしたい人とは一緒にランニングするようにしてるんですよ。なるほど、はい、一緒にランニングしちゃう、はい、そうするとコミュニケーションしながら健康も、あのお互いに健康増進があるという、はい、いうのやってまして、実益を兼ねる交友みたいな感じですか、はい、お誘いさせていただいて。僕走るのかないやジョギング程度他にしてほしいなみたいな。ジョグとウォークなんですよ。ジョグとウォークなの、はい、5キロ走ると全力で走って汗だくになると430キロカロリーなんです、はい、一周のカロリー消費が 5キロでね、5キロ、はい、だからちょうどだから皇居一周ね、皇居一周、はい、皇居一周、はい、ところが、はい、軽いジョギングと、ウォークと、コミュニケーションするとどのぐらい消費するかっていう410キロカロリーなんです、はい、だいぶ近いですね、はい、ほとんど実は変わんないですよ。だから汗だくになって走る必要はなくてですね、本当に軽いジョグと楽しくお話ししながら約40分50分話すと、あのもうそれミーティングにもなるんですよね。すごいですね、はい、そういうミーティング、まさにパワーミーティングですね、それも。そうですね、パワーランチ、パワーブレックファーストとかいろいろ言いますけども、うん、パワーミーティングですね。そうすると、ま、このビール1杯が80キロカロリーぐらいですから、5杯飲んでもあのイーブンですので。そういうこと、はい、そう、すごい。ジョグして、あとはシャワー浴びた後にこうちょっと軽く食事するのも美味しいですし、気持ちよくね、気持ちよく、はい。ということでですね、もう一つのじゃあコーナーでですね、これ最後にお聞きする、はい、あなたが大切にしている習慣はという、はい、まあ、こういうことをお聞きしておりましてですね、はい、江口社長が、なんか、ね、大切にされていらっしゃる習慣をお聞かせいただきたい、はい、なるほど、はい、ビタミンと睡眠です。あともう一つグルタミンですかね。グルタミンって何でしょうか。グルタミンってあのアミノ酸の一種ですね。あのやっぱり中心は睡眠なんですよ、やっぱりね。寝ないとダメ、やっぱり、はい、何時間ぐらい寝なきゃいけないんですか。 ちなみにやっぱり7時間半とか8時間は寝た方がやっぱ良くてですね、7時間半から8時間でマザーでちゃんと測ってね。そうですね、これ測っていただいて、はい、これ測ってちゃんと寝てるかなっていうのが大事で、はいはいはい、人って結局あの、全てリセットされるのが睡眠中ですよね、記憶の定着であったりとか、うん、体の維持ですとか、睡眠をしっかり時間を取るっていうことが大事ですし、はい、その環境設営とか、あと体の疲れを取るためのグルタミン酸を取ったり、あとグルタミン酸は要はその体の疲れを取ってくれるんですか。あ、そうです、はい、筋肉 の疲労のところを、はい、免疫効果を上げてくれると。でビタミンはそれら栄養必須栄養物質を運んでくれる、まあ、あの物体ですので、あのビタミンと睡眠が特にやっぱり中心的に、あ、陰を踏んでるんだ、はい、民でビタミン、睡眠、グルタミン、あ、来ました。そのじゃあビタミンのサプリだとか何だとかっていうのはご計画はないんですね。あの競争激しすぎるし、競争が激しい分野ですからね。それでなんか物持っちゃうと結局売らなきゃいけなくなるので、そうか、在庫抱えたくない、はい、そうすると、はい、店舗のスタッフの方たちにね、これ何個売んなきゃいけないってノルマになっちゃうじゃないですか。なるほど、消費源がありますから。でそういうので言うと、はい、多角化というかね、ちょっとあの要は 多業態化っていうかね、はい、うん、っていうことについてはどういうお考え持たれてるんですか。そうですよね。で今僕らは今、はい、ベースがリラクゼーションビジネスでしたけど、リラクゼーションビジネスですね、はい、そこに今2つの新しいビジネスが乗っかってきまして、はい、その IT 事業とハードウェアなんですけど、なるほど、はい、で、あ、そうです。 IT 事業は今ラブっていうですね、はい、アプリケーションを作ってまして、
これうちのセラピストが登録されてるんですけど、はい、そのメンバーたちがいやチャットでそのガイドするとそのダイエットガイドするっていうアプリを作ったんですよ。でこれは今特定保健指導ってありまして、はい、年に1回の検診した後にメタボの人って今放置しちゃいけないんですよね。放置してると健保組合が厚生労働省に罰金を払わなきゃいけないっていうペナルティ制度だったんですよ。なんでかっていうとメタボが始まってから三大成人病リスクが高まっていって糖尿病高脂血症ができてくるのでより高額な医療になっちゃうので、そうですね、そうなる迷惑ですね、はい、だからなる前にこのメタボ直しなさいというのが今の方法で、なるほどなるほど、これに我々ラブというのがですね採択させていただきまして、今健保組合で68健保かなの皆さんに使っていただいて、そうです、健保組合の皆さんはメタボですよって診断されたらアプリの中で自分好きなコーチを選んでいただいて、でそのコーチとチャットでガイドされるっていうビジネスが大きく今成長してですね。なるほど、予防医療分野だから、はい、またそれも楽しみっていうかね、そうですそうです、はい、うん、これポイントがありましてね、一つはその健康組合がお金払ってくれるので取りっぱぐれないということもありますし、はい、大体皆さんおじさんたちは若い女の子を選ぶんですよね、コーチ、うん、そうでしょうね、はい、でおばさま方はお姉さま方は若い男の子を選ぶ、はい、でそうすると乾燥率が格段に上がりまして、へ、普通こういうダイエットの乾燥率ってもう半分いけばいい方なんですけど 92% も乾燥するんですよ。素晴らしい、はい、やっぱりこうタンデムでっていうか一緒に伴走してくれる人がいるから、はい、しかも自分で選んだ人なんで、チャットワークでこれ AI に置き換わらない実は領域だなと。なるほど、確かに生身だから、ね、生身だからかえってモチベーションが維持できるっていうこと、うん、なるほどね、でそのうちの手取りで、そのスタッフの子たちにも施術だけじゃなくてそのチャットで返すたびにですね、うん、通勤時間中にやってる仕事がインセンティブになってて、はい、ね、隙間時間でね、隙間時間で金お金が、うん、アップサイドが狙えると、ということをこう店舗の方のビジネスモデルとくっつけて始めたっていうのが、なるほどなるほど、多角化の一つですかね。それがまただから隙間時間であり、はい、空白時間を稼働させるということにもつながってるんだ。そうですそうです、ザ・ビジネスモデルだこれ、はい、平日昼間暇ですよ ね、 ね、はい、その時間にこうチャットでガイドするといい、ね、それが自分のインセンティブになってる、まあ、本当にね、ますますメディロムさんの成長が楽しみ、ね、ありがとうございます、はい、ぜひ皆様株もお買い上げ、お買い求めいただいて、ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。ますますのご発展を記念しております、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。